お客様、うん、どうもこんにちは、はずるです。今回ですね、皆さんハマってる何かを断捨離する方法をご紹介いたします。私はですね、ゲームが大好き、大好き、大好きです。たまらなくてですね、特にこういったね、エイジョブ・エンパイアとか、そういったね、リアルタイムストラテジーゲームが大好きで、メインパソコンにはね、エイジョブ・エンパイア2とか、エイジョブ・ミソロジー、 かエイジオブエンパイアス3とかエイジオブエンパイアの1のディテクティブエイジョンとかまあ Windows バージョンですね入れてるんですけどやっぱねポチっとしてねすぐ遊んじゃうんですよでもねそれがねなんかねもうダメだと思って一回ねドタツーっていうゲームをねだアンインストールしたんですけどドタツーをアンインストールしてもまだ他にもたくさん残っているっていうねでもねそこからアンインストールするなんか勇気が出ないんですよねやっぱたまには遊びたいって思っちゃうんでそこで今ね いいい案が思いつきましたやっぱりね、あの、断捨離、ちょっとね、やめるためにはね、遠くに音、遠くに離す、遠くに置いとくっていうのが一番大事なんですよ。でこのね、僕のね、半年間眠っていた、<laughs> G3 ですねあの。こちらをゲーム専用パソコンとして活用しようかなって思ったんですよ、まあ。こっちのメインパソコンの方が、あの、性能は断然上なんですけど、こっちでもね、全然ゲームができる、えー、性能があります。 僕はね、かすごい高グラフィックのゲームって、まああんまり遊ばないんですよね。だから、これでも十分なんですよ。で、これで普段はこっちにインストールして、こっちは全部アンインストールして、えー、このパソコンはちょっとね、遠くの、まあ、隣の部屋とか、部屋の端っことかに置いといて、ゲームするときはこれを持ってきてよいしょって遊ぶ。そうすることで、すぐにこっちでゲームをしたいと思っても、あの、一瞬、ワンタイム、ワンタイムラグというかね、えー、一つ、間が挟まるわけですよ。そこでね、いや、もう少し、 え、動画編集を頑張るべきだと、え、思える環境になるわけですよね。でも、万が一ね、もうダメだ、ゲームやりすぎちゃうっていう時は、まあ、このパソコンを、うん、さらに遠くに、まあ、車とか、車に置いとくとか、<laughs> 倉庫まで持っとくとか、まあ、家の一番遠く、僕のうちの家のとこだと、まあ、牛舎の2階の奥とか、<laughs> そこに、カバンに詰めて置いとくとかね、うん、そこまで行かないと取りに行けないみたいな感じにすれば、まあ、少しは、 衝動抑えられるのかなといった感じがします、まあ本当にもしもさらにダメだったらどっか駅前のロッカーに入れとくとか <laughs> そこまでまあする必要はあるかわかんないけど本当にやばい時はそういう手も使えますよねあのねこっちをゲームを全部こっちにインストールしてそっちにやるっていうのはいいかなと思いましたいざ私の遊びに来たねあのパーさんっていう人もねタバコをやめたいけどやめれないみたいなそんな話をしてて やっぱね、タバコをやめるためにはタバコまあその方は、ね、いろいろなんかニコレットとか,なんか禁煙パイプとか試してみたけどやめれないということを言ってましたねうんまあでもやめる理由が多分ないんでしょうねやめたいっていう理由がないのでやめれないやめようと思ってやめたいっていう何かねや明確な目標僕の場合は編集に集中したいからやめたいはという明確な目標僕の場合は編集に集中したいからやめたいっていう目標があるんでただその方は やめる目標がなく漠然とやめた方がいいって世の中言われてるからやめようかなって思ってる程度だったんでや、まあ、めれないまあだから別にまあやめたいんだったら目標が必要でまあその場合そもそもばあさんは別にやめなくていいんじゃないかなっていう結論にはなりましたねまあ結局そのタバコって吸いながらでも作業できちゃうんで 別に僕は特にダメじゃないとダメというかね、まあタバコ吸った方が体に悪くて寿命が短くなるとか言われてるけれど、まあタバコ吸って長生きしてる人もたくさんいるんで、まあ、やっぱりね、やめたいなら目標っていうのが必要ですよね。まあ、どパーさんは動画編集する、えー、時間を確保したいとか言ってたんですけど、まあタバコ吸いながらでも動画編集できるし、まあやめる必要はないのかなっていう結論には最終的にはなりました。 はいそんな感じで今回は何かを集中して成し遂げたいときはやっぱりね誘惑を断ち切る方法ご紹介しました今、まあ、やっぱね誘惑はねあり続けるとね何も手がすみませんので皆さんゲームする方あそうだパーさんはねあのスマホゲームがすごい好きであのついついやっちゃうって言ってましたねでその対策としてはあのスマホを全部会社に置いとけって <laughs> 僕は言いました <laughs> そしたらスマホを 遊びたくなっても家でね、スマホがないので、あのー、ゲームに駆られる衝動を抑えられるって。まあ、果たしてばあさんはそれ実践してるのかわかんないけど、まあ、実践しなかったらそこまでしてね、時間を作って、まあ、ブログとか YouTuber に,に時間をかける必要性がないっていうことなので、まあ、それはそれでいいんじゃないかなと思います。やっぱね、YouTube、ブログ頑張りたいという方は、その誘惑をち切るために、まあ、遊んでるスマホを全部家、会社に置いといて、で、家に、 持ち帰るスマホは超低スペックのスマホとかそういう風にすれば、まあ、低スペックだと遊びたいスマホが快適に遊べなかったり、まあ、もしくはこういったね超ちっちゃいスマホゲームを遊ぶにはかなり使いづらい <laughs> モデルを利用すればいいんじゃないかなと思いますさあ皆さんも、えー、いい感じの対策考えて自分の手から遠くに置くっていう手段確かやってみてください